皆さんこんにちは、秋総裁のコーチです。今日の話はですね、実は質問ちょっとコメントでいただいておりまして、家写真の、写真はですね、写真でないといけんのかと、俗に言う肖像画とかですね、そういうもんではいけんのでしょうかという質問いただきました。結論先言うと、これは別に全然構わないですね。というのが、うちの親戚もですね、田舎へ帰ると、こう写真がずらーっとこう飾ってあるんですね。でこう飾ってあって見たら、やっぱり昔の人は大正とか明治に亡くなられた方というのは、写真でなくて本当よう見たら絵なんですね。水墨画のような、本当昔の人すっごい上手じゃのと、これ誰が描いたんじゃろう思うてですね、お子さんに聞いたら、わからんのよって言われたぐらい、それぐらいやっぱりほとんどの人がですね、誰が描いたかわからんと、本当よう見たら絵なんですね。ですからだんだん時代とともに、家の写真というのも、写真で残すという時代に、で今はもう本当写真をですね、デジタルで加工して、行くわけですが、その時その時の家写真には時代背景があります。特に私がこの業界に入った頃はですね、デジタルというものがなくて、写真屋さんが写真を撮りに来られたら、その写真をですね、持って帰ってまたの一から現像のような感じですから、薬品の中へこうつけてこう写真を昔出しょったりの、ご記憶の方おられるじゃろう思うんですが、そういう手間をかけてですね、もう急いで作って持ってこられる。葬儀の写真ですから待ったなしなんで、例えば今撮影してる時間が7時45分なんですが、こういう時間に預かった写真を当時のお通夜、もうその日の夜ですね、通夜があるわけですから、もう3時とか4時ぐらいには写真屋さんが届けてくれるという、本当はようできたな思うんですね。当時は写真を現像出してですね、できるのが1週間後ですよと。でそれが時代とともにだんだん進化して、今頃はもうフィルムいうのを使いませんけど、即日できますよという時代がやがて来た後に、デジタル化が進んでフィルムがいらなくなった、そういう街にあった、一枚なんぼでできるよいうプリントの写真屋さんというのがもう姿を消しましたけど、そういうふうにですね、葬儀の写真というのは私が入った頃白黒で、で当時は、必ず着せ替えのしょったんですね。男性であれば背広にネクタイで、中には和服で紋付きで、女性は必ず紋付きの着物いうふうにですね、こういうふうに葬儀の写真のは本当葬儀ですよという雰囲気を本当出しとったんです。それが時代とともにどんどん変わって、もうやっぱり普段着、今私こういうラフな格好をしておりますが、普段こういう服が多い人にはもうこういう方が似合うよと、お父さんがこういう人にネクタイつけたらかえっておかしいよというふうにですね、今本当家写真というのは最近は自然のままという形というのが非常に増えたんですね。でこれもなんでこういうふうになったかというと、やっぱり芸能人の方が亡くなった時のテレビでこう写る家写真、やっぱりそういったものが一つの部分になったんじゃなかろうか思うんですね。ちなみに家写真、今ほとんどがですね、これ症状入れる額なんですけど、本当家写真も全くこれ同じなんです。これは家用の写真なんですね。で症状も入るんです。でこれが4つ切り言いますが、これが大体一般的です。ちょうど私が横に並ぶとこのぐらい、もしお葬式を経験された方とか、田舎の方に、おじいさんおばあさんに行ったら写真が並んどるよというと、ほとんどこの形いうのがですね、ある程度もう30年以上ですかね、大体一般的になりました。前にも過去動画で概要欄貼っておきますが、家写真最近はですね、本当コロナ禍で家族及び近親者の方がされるんで、かえってこういう大きな家というのがですね、葬儀の時は必要だったけども、家に持って帰ると今頃住環境の変化でですね、なかなか床の間の方とか、こうかけるというのが非常に難しいと。ですから最近はキャビネって、今ごめんなさい見本がないんですが、はがきを想像してもらったらいいんですけど、完成はがきの大体ちょっと大きいぐらい、こういう写真がですね最近はすごく流行っとるんですね。でこれであれば過去動画の方にも入れておりますが、持ち運びが非常に楽な、特に四十九日とか一周忌
で墓参り行くときお父さんの写真持っていこうかと、こういったときに非常に便利なということで、最近はそういうキャビネットというのが非常に入っております。そういうふうに家写真がですね、本当歴史とともにその時の時代時代の背景が写真出ておるというふうに思っていただいた方がいいんじゃなかろうか思うんですね。本当はじゃあいつ頃から家写真が葬儀に使われるようになったのか、これはネットで調べると詳しいことが出るじゃろうと思うんですが、やはりそういった、先祖の方がですね、ある程度この人まで分かるというのが、あのうちの方に、田舎の方にある、こう水彩画のような感じで絵で描いてある、多分こういう方は昔のなんとなくそういうものが出てきて、これが誰々じゃろうのって、昔の人の特に写真とかそういうものの裏にですね、日付とか名前を書いとってね、あこれが墓行ったら刻んであるこの人じゃのというような感じで、じゃあこれ残しとこうかいうふうに残されたんじゃなかろうか思うんですね。で葬儀に写真を飾られ出したのは、まあ私の記憶では、私がぼんやり覚えてるのが、私が小学校の時ですから昭和46年7年頃、たまたま同級生のお父さんが亡くなられた時に葬式に、親に連れて行かれた時、パッと見たら写真が置いてありました。あ写真、あれがお父さんなんかいうような感じの記憶というのがぼんやり残っておりますが、ですから葬儀に写真を使われたしたいのはもうかなりの歴史、もうおそらく90年以上になるんじゃなかろうか思うんですね。そういうふうに、それぞれのお宅で皆さんのご先祖、そして田舎へ帰られた時、家写真というのが飾ってあればもう一ペを見てください。今日の質問は、写真を、家にする場合、まあ、どういうんですか、肖像画とかそういう絵でもいいんじゃろうかという質問をいただきましたので、それについて答えになったかどうかあれですが、ちょっとお話をさせていただきました。以上でございます。